出てるんですが、地に千の人がいて地にとります。そして屋根の中央で六本の丸の前を出てきます。ほとんど丸だけではないです。これは初の日と言います。さあ、この釣り合いの下がいよいよ準備ができました。万末釣りへと釣ります。それでは石浦さんからやってまいります。と同時に鳥取県知事平井伸治知事も一緒に入ってまいります。本日に青森の方の姿をお越しを足と高めます。これから挨拶が行われます。皆様こんにちは。今日は国技館一般のいっぱいのお客様のように全国各地からご使用いただき本当にありがとうございます。我々ふるさと鳥取県として感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。こちらにいらっしゃいます石浦関、この度新たに襲名されることとなりました。親方としてまた次の道を我が教親方として歩まれることになります。ぜひ皆様にはこれからも我が教親方を支えていただき、また相撲を応援していただければというふうに思います。先ほどはこの石浦関大井町で最後の一番、健三君と幹事君と立派にこの土俵を務められました。お子さん2人とても立派でした。柔道本も検証を持って帰りました。大変なものであります。その鳥取城北高校で育ったこの石浦関にいらっしゃいますけれども、ちゃんこ鍋のお店も開いたりして、ご家族で、学生生徒を育てておられます。本当にボランティアみたいなもので、全国から今いろんな力士がやってきて育っています。例えば照ノ富士関、そして先般優勝を飾る武尊富士、その他にも緑富士だとか熱海富士だとか、古くは琴光喜、石之丞、みんな城北です。そのように城北高校、大変な元気を取り戻しております。先ほども城北の高校生の相撲を見ていただきました。皆様もお気づきいただいたと思いますが、一生懸命練習を積んでいるわけであります。稽古を積んでいます。この石浦関、非常に体は小柄でいらっしゃいます。だからこそご自身に、自分は体が小さいからと言い聞かせながら稽古を積んで頑張ってきました。筋肉のトレーニングも積んでムキムキのいい男に育ったわけであります。そして普段はですね、おしゃれ番長でございまして、結構いいブランドを着たりしていますし、特技は実はゲームなんですね。ニンテンドースイッチ、スマッシュブラザーズがお得意でありまして、VIP 級の腕前でございます。そんなわけで、大変に多彩な、彼で、ございますけれども、まだ小学校の頃はなかなか食べ物も食べられない、大きくなれないことを、悩みしていました。でも亡くなったおばあちゃんに、声をかけられ支えられて、一生懸命相撲強くなりました。6年生になる頃には全国大会活躍するようになり、石川県の大会で優勝した思いにご家族からその弦を獲得
ただ相撲の世界厳しいな、オーストラリアに行き勉強も積んでまた一年放棄してこの相撲の世界へと入ってこられたわけであります。小粒でも東に下る相撲から小林一茶の句であります。小さな体だけれども東京に行って勝負してやろう、今そんな夢を抱いてこの国技館へとやってきた歴史があるわけであります。そして入幕をした風情の口に序二段全勝優勝の頂で駆け上がった幕下になった十両になって関取になった、そして平成28年11月場所におきましてあの破竹の10連勝を遂げたわけであります。優勝を争ったことも力士に成長した石垣にぜひ皆様拍手を送っていただきたいと思います。本当に地元である意味ハラハラドキドキしながら応援していた私たちは石村正勝さんという名前ですけれども石村正勝と思いましたし、でそのまま連勝を遂げていくと石村また勝つというふうにも元気を取り戻しました。そんなわけで、ぜひですね、これからも講師の指導をしっかりとやっていただければと思います。鳥取県小さな県ではありますが、梨やらカニやら名物もいっぱいあり、また砂丘も、ございます。ぜひ皆様石村のフラストフルサントにもお越しをいただければと思います。鳥取砂丘の鳥取からサンキュー、ありがとうございました。ありがとうございました。鳥取県知事の平井伸治さんでした。平井知事は東京神奈川生まれ東大卒、現在沖縄圧倒的な人気を誇ります。第14代全国知事会会長を務められました。激励の言葉でした。さあ土俵上いよいよ断髪式が始まります。名前を呼ばれた方、正面に石浦崎が向いて座っています。後ろの方向こう上面から順次お上がりください。そして前はそれ石浦崎が正面を向いた後東の方を向いて座ります。東の方のお客さんがよく見えるようという配慮です。でその時には名前を呼ばれたお客様方は反対側西の方からお上がりください。断髪を済ませられましたら近い方左右にお降りください。そして次は向こう上面を向きます。その後は西の方を向きます。最後はまた正面に向き直ります。お客様方どうぞ背中の方から上がっていただいて、そして左右近い方と土俵を降りてください。海連れ役は三役格行司木村作助、立ち姿の綺麗な方でよく知られております。さあそれではご案内します。まずは鳥取県知事平井伸治様。トヨタ通商株式会社取締役会長村上信彦様。鳥取県公益財団法人東和証券代表理事武部勉様。株式会社タルトコ総合研究所代表取締役タルトコ新次様。石浦崎後援会会長鳥取県議会議長浜崎新一様。
鳥取市役所、鳥取市市長、深澤義彦さん。大崎市市役所、大崎市市長、伊藤康さん。倉吉市役所、倉吉市市長、広田和也さん。野見市役所、野見市市長、井出利明さん。
品運行運輸倉庫株式会社山田そしてですね、株式会社アサヒ料亭代表取締役の社長小川亮太様代理大西正さんです。株式会社リディアコーポレーション代表取締役の社長池田義則さん。株式会社国有の会長山本正隆さん。株式会社大山株式会社プラスト代表取締役の秀田義明さん。はい、今日も行きましょう。株式有限会社 FM Lサービス代表取締役下田大先生。鳥取ガス株式会社代表取締役社長小島真一さん。スキルウェイ兵庫組合代表理事加藤翔一さん。
富士電線工業株式会社代表取締役永野昭之です。一般財団法人全国野球協会会長山中正孝さん。株式会社経年代表取締役広松秀和さん。鈴木おさむさん。Thank you.